そうそうそう。なんか最近まで住んでたんですよね。そうそう。そこ降りてくるね、女房亡くなって、だけね、1年、2年ばかになるかね、それでも。ああ、大変じゃなかったんですか。若い衆が理解があってのは、いろいろ世話してくれたんで、本当寂しいなと思ったことはないでね。あ、そうですか。はい。山の上のポツンと一軒家で、夫婦二人きりで暮らしていたおじいちゃん。